たまにはジュニアチャンネル。はい、どうも、たまぎわジュニアチャンネルです。今日はたまぎわ参戦お送りしたいと思います。2年前の第45回全日本U12サッカー選手権、6年生の全国大会、今の中学2年生の代ですね。この代の、全国大会の試合も、JFA の YouTube で、フル動画上がってますんで、その中から3試合、厳選して、簡単にご紹介できたらなというのがこのたまぎわ参戦です。まず1試合目、決勝、鹿島アントラーズ VS レジスタ。まあこれも見てもらった方が早いんですけど、エース大爆発と、レジスタこの年もエースが爆発しましたね。鹿島アントラーズも、結構いろんな大会で数々の、成績を残されている台がありましたけども、決勝ハイレベルすぎてちょっと度肝抜かれました。概要欄にリンク貼っておきますんでチェックしてみてください。2試合目、横川武蔵野 VS レジスタ、準決勝ですね。これはびっくりしました。横川武蔵野の強さ、スコアもう言っちゃうと3対2の試合なんですけど、もうやり合いましたね。こんなにハイレベルかっていうような試合です。これもちょっと注目してみてもらえたらなと思います。3つ目、これは準々決勝かな、ジェフユナイテッド市原千葉 VS京都の都道少年団ですね。ベスト8まで来てます。ちょっと都道さんはバーモントカップでも京都優勝されてるチームで、この台めちゃくちゃすごかった印象があります。今中学2年生の台の試合なんですけど、昨年のアンダー14ナショナルトレーセンに、アンダー13のナショナルトレーセンの練習も加えられて、やったんですけど、ジェフにも東堂にも、どちらもいますね。アンダー13ナショナルトレーセンに選ばれた選手が、2名この試合出てますんで、当時からすごかったのかなとか、その辺が見れると、まあ名前の方はあえて、言いませんけど、調べれば出てきます。この試合も要チェックかなと思います。時間がある方は3試合、1試合でもちょっとチェックしてもらえたらなと思います。今週はたまぎわ参戦お送りしました。ありがとうございました。スゴー農園の提供でお送りしました。